どうも、アキです。マイライフやっていきましょう。はい、ということで前回の続きからやっていきましょう。今回はヤクルトとの試合があるので、交流戦、巨人結構10連勝ぐらいしてたんですけど、それを抑えて交流戦優勝ということでね、ちょっとヤクルトのチーム力今確認したいですね。行きましょう。はい。で、なんか前回応援歌が外れてたんですけれども、多分システムの、アップデートをして、再起動をしないまま遊んでたからそうなったのかなと思います。とりあえず今回は戻っているので、また気まぐれロマンティックでね、3割ね、キープしていきましょう。よし、行こう。はい。で、そうだ。ちょっとね、テンポアップをまたしていきたいなと思っておりまして、1本の動画で1ヶ月ぐらいは進めたいんですよね。なので、もうちょっと動画の長さを、長くしてもいいのかなと。まあ、あと本数ですね。おし、OK。土日とか、まあ、2本とかも考えて、本数も増やしてもいいのかなと思ってるんですけど、まあ、その辺は本当に、ちょっと再生数、グッドボタン、そしてコメントとかでね、こう、楽しんでいただけてるかどうか判断しつつやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひぜひ楽しいと思う方はいろいろなエンゲージメントを残していただければ幸いです。では行きましょう。とりあえず今回は6月終わらせたいな。土日さすがに30分が2本とか長いかもしれないんで、土日は25分ぐらいを2本とかで、平日は30分ぐらいがっつりやりたいんだよな。土日20分を2本とかでいっか。もうちょっとがっつりやっていきたい。楽しいからやっていきたい。カットボール、あー、あんまり曲がんないな。カットボール、いや、ということでね、これで練習してたら、フェードありのパワーフェスがかなり上手くなるんじゃないかと思ってるんで、ほんといろんな意味で練習ですね。練習あるのみ。カットボールか。よし。いくぞ。どうだ、抜ける、抜けない。あ、これ、ゲッツーになる。あ、でも打点は入る。オッケーオッケー。で、そうだ、まあ、前回スチール、前回かな、スチールスパイクが壊れてしまって、まあ、盗塁が C になる寸前でね、今寸止めされてるんですけど、もし今年中に盗塁が C になったら、来年はトリプルスリーチャレンジの年にしようかなと思います。走塁も自分でやって、まあ、3割30本多分、今年しっかりクリアしてれば来年も大丈夫だと思うんで、まあ、要は30盗塁ですよね。来年できればいいなと思ってます。なので、まあ、とりあえず走力もね、まあ、B。来年 A とかになればいいけど、とりあえず今年中に B にしておきましょう。ミートパワー総力は今年中に B にしておきたいですね。はい。試合プレイ。はい、ということでやっていきましょう。花粉症が多少マシになりました。秋でございます。はい。ただ、咳がまだ、咳が止まんない。よいしょ。鼻詰まりがね、なくなって実況しやすくなった。本当に、ここ一週間ぐらいやばかったからな。さあ行きましょう。ということで、まあ、トリプルスリーやるんだったら、ちょっとミート打ちも練習していってもいいかなっていう。強振だとやっぱ長打になって、ファーストランナーとして残りにくいので、追い込まれたら本当にミート打ちの練習していこう。ボール。あとは選球眼ですね。フォアボールを選ぶという。ミート打ち、あ、正面か。よいしょ。さあ行きましょう。奥井くんがいる。どうだ、オッケー。さあ、そして FA 宣言もしたいな。てかトレード申し出とか5年目ぐらいでしてみようか、 FA の前に。そしたら FA のあれって、 FA ってどういうシステムなんだ、あんまりちゃんとは把握してないぞ。 FA ってどういうシステムなんだ。例えば5年目とかでトレードされても蓄積された年数は変わらない。ちょっと後でウィキペディアで調べよう。行きましょう。お、チャンス。向こうは大ピンチ。 F 岩佐だ。ライバル関係にある岩佐だ。あ、ライバルからこれ猛打賞じゃない。強振でいこうか。ここは強振でいこう。うわっ、そう、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウト、チェンジ、ジャイアン。あの打席で打てなかったからね。4番はやっぱあそこで打たないとダメですね。2安打打っても絶対的4番になっていきましょう。まあ、とりあえず
もう今年の目標は3割とバレンティン超え。情報修正しました。2割、2、アベレージバットってまだ折れてなかったのか。2割8分の20本って言ってたんですけど、それを情報修正しまして、3割。打率3割の60本超えですね。目指していきたいと思います。アベレージバット折れちゃったな。何にしましょうか。ローボールバットでしょ。OK。まだ折れてなかったのか。もう勝手に折れてたもんだと思ってたわ。結構長い間、使いましたね。かなり長い期間使えたんですけど、確か今シーズンほとんどアベレージバットでしたよね。今シーズンの1回目でホームランバットが折れたんで、この、まあけど、長くないか。2、3ヶ月使って、経験値ちら見ますと、どこだ？アベレージヒッター。ほぼ得てないじゃないか。ちょっとアベレージバットは辛いものがあるな。ホームランバットはホームラン打てば必ず経験値が入ってたんですけど、アベレージバットは確率で入ってきてたんで、まあ、アベヒはいいや、とりあえずパワーヒあればね、4番だし。来年は変化球取りましょう。キャンプにアベヒがあっても、来年は変化球ね、新変化球取りましょう。ゴー。ボール。また玉持ち持ちか。さあ、奥井くんも調子良さそうだな。同期として刺激を受けるよ。風がすごいな。今のセンターフライじゃないのか。玉持ちが苦手でござんす。ストレート狙いでいきます。あーもう手が出ちゃうのよ、手が出ちゃうのよ。よし、おっストライクか。フォーク3つ続けてきてる。よーし、オッケー。ミート打ち、ミート打ち、練習練習。これでワンヒットで出て、来年ね、盗塁も稼いできた。30盗塁って結構厳しいだろうな。盗塁シーンになればまだマシだけど。今は、並木こんな感じ。野手並木。走塁、あ、盗塁まだいいか。あれ？盗塁いいか、まだ。あ、待って。わかった。走塁と盗塁を見間違えてたわ。まだ盗塁いいだ。走塁と盗塁を見間違えてたわ。盗塁次 D にギリギリなるんだ。走塁と盗塁を見間違えてた。じゃあダメだな。まあけど、いつか。いつかね。いつかやりたい。トリプルスリーチャレンジ。さすがに盗塁 C、総力 C では厳しいな。あ、盗塁 E か。盗塁 E、総力 C では厳しいんですけど、成長したらいつかトリプルスリーチャレンジも、いつかの年でやりたいなと思ってます。はい。ちょっと現状ね。パーフェクトが出ないと走れないっていうね。なかなか厳しいんですけど、現状は。うん、いいピッチャー。いいピッチングだね。盗塁まだいいだったのか。スチールスパイクも1年ちょっとぐらい、確か2つもらって1年ちょっとぐらい履いてた記憶があるんですけど。盗塁はどこだ。盗塁、盗塁 Where are you。 あー、盗塁まだだな。 D、 次 D だ。次 D になるんだ。もうちょっとで D になるっていうところですね。で、装備品見るとダッシュスパイクなんですよね。今は残念ながら壊れたんで。はい。おお、ウイレのインストールが終わった。行きましょう。試合プレイ。試合開始。さてさてさて、怪我しにくさ A にもなったので、まあ、もうちょっと街をブラブラして上げられるだけレベルを上げて、そしてついにね、今シーズン後半からちょっとデートの、おデートの方をやっていくという感じでございます。いいボールだな、ジョンソン。さすが沢村賞だ。いいボールだな。さすが沢村賞投手。よし。意外とフォアボールも多いですよね。
このゲームというかパワフルにすると結構厳しいとこしかついてこないんで、フォアボールがおのずと増えてる印象なんだけど、ボールだったな。なんか赤い煙に惑わされて強振にしたけどボールだった。ジャイアンツリードで迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で並木、最初のバッターボックス。さあホームラン打ってない、まだ今日ホームラン打とう。大きく外れました。カウントは2ボールノーストライクです。打ったっけ、打ってない気がする。投げた、わった、いい当たりだけど正面アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ本当日本シリーズもねめちゃめちゃ楽しいですが、今年はちょっとゲームの方でもね楽しんでいきましょうぜ。おっとやばい、サヨナラホームランと満塁ではないが、あの西川のホームランを思い出せ、あの西川のホームランを、あの西川の内野安打を思い出すんじゃぞ。まあこういう日もありますよ。まあこういう日もありますよ。切り替えていきましょう。ということで次登板なんだけれども、あれですね、デーゲームだったのか、仕方ない。おお、7回3分の12失点か。しかも負け投手、また負けた。厳しいもんがあんな、よく負けるな最近。7勝4敗、うわ結構勝ち星がそんなにあれだ、稼げてない、勝ちを稼げてないね。そんなに あでも先発投手部門1位なんだ。防御率1位じゃないんだけれども、ここは1位なんですね今のところ。まあけど野手成績もちょっと加味されてたりするのかな。うん、ということで多分パワー B になったんじゃないか今ので。 OK、 パワー B になった。ミートから上げますか。総力も上げたいところですが、ミート総力と上げていきましょう。強化項目、変更、詳細、ミート、OK。プレイ、試合開始。いやー、ちょっと盗塁上げたいな。ほんと盗塁 B ぐらいにして、総力 B ぐらい、総力 B か A ぐらいにして、走りまくりたいんだよな、マイライフで。さあ行きましょう。ツーアウトランナー二塁という場面で、今日は大瀬良ね。初球外れても、これは完全なボール球。投げた。ああ遅い。遅い。投げた。打ちました。スタンドに入りました。ストレート投げてこないね。肩越しに。もうそろそろ来そうじゃないか。カットボールか。カットボールか。しかもいいとこ投げてきたな。ジャイアンツ追う展開で迎える4回です。バッターは並木、今日の第1打席はスイングアウト、打ったファール。さあ集中集中、一本集中。投げました。アウトサイド直球はボール。大瀬良の方もかっこいいですよね。なんか個人的に好き。よーし、オッケー。一直線。入った入った。ホームラン。やっぱノーヒットだった次の試合はね、一本ホームランを打ちたくなると、そういう気持ちですね。1本と言わず2本打ちましょう。オッケー。ただ試合には負けている。さあ追いつくぞ。スライダーボール、まずはアウトロー。投げました。どうだ。あー、差し込まれた、差し込まれた。落下点に入った。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。結局ジャイアンツ悔しい。阿部が3打点。ちょっと順位表確認してなかったんだけど、今ジャイアンツは、あ、5連敗だと？何？交流戦中10連勝とかもあったんだけど。いや、難しいですね。これ結構やばいんじゃない？もう1位じゃないんじゃない？今。あー、4.5 ゲーム差。でも5連敗で 4.5 ゲーム差か。ヤクルトは何だったんだ？ほんと交流戦の。ちょっと本当にヤクルト気になるんで、次ちょっとヤクルトね、見てみましょう。ということで、どこブラブラしようか。何がレベル上がる？ここは4になったんだよね。どこ行こうかな。まあ、どこでもいいんですけど。そうだな。まあ、商店街ブラブラするっていうのもありだし。あ、一回ちょっとブランドショップで持ってないもの買いましょう。
あ、てか、やばいか、体力回復し、そうか。体力回復するとこ行かないと、これ試合出れないパターンか。ここ体力回復しないよな。オッケー、ここ試合なかったわ、そもそも。一回休もう。さあ、これは？あ、これはヤクルトの方の東京ですね。はい。一回ショッピングモール行きます。枕が壊れたので、しばらく枕を持ってなかったので、枕買いましょう。2個ぐらい買いたいんだけどな。オッケー。さあ、ヤクルトですよ。交流戦優勝したヤクルトですよ。いや、高卒3年目コンビで頑張りましょう。どうでしょう。なんかすごい補強がされてる感じでもないんですよね。パッと見は。どの辺がその原動力になってるんでしょうね。ちょっと成績を見てみればわかると思うんで。例えば山田哲人が怪物だとか。見てみよう。上田2割5分7厘。うん、まあまあ。中村2割1分1厘。バレンティン。まあ12本はあれですけど、2割5分9厘。山田哲人もなんかそんなですね、今年は。毎年すごい成績を残してるんですけど、そんなだよ。大引き、まあ大引きは結構頑張ってるかな。2割8分3厘。2割7分7厘。2割1分1厘。ん？ピッチャーもそうでもないぞ。え、なんで雄平出してこないんだ、絶好調なのに。外野そんなすごいか？雄平出してきたらいいのにもったいない。あ、対左 G。あ、田口？そういうこと？おー、畠山頑張ってるね。おー、なんかそんなに、なんかがすごいっていうわけでもないんだけれども。後ろがいいのかな？秋吉。9個。後ろがいいのか？ルーキー。まあ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 、こことね、今、首位争いをね、やっておりますよ、という感じです。行きましょう。投げました。見送ってストライク。初球ストライクから第2球。いやー、くそ。あっと、これはインフィールドフライ。セカンドが落下点に入りました。取りました。これで2アウト。さあ、山田哲人とか巨人に移籍してこないかな。なんか大型移籍を見たい。別に自分のチームに来なくていいんで。大型移籍が見たい。せっかくマイライフやってるし。また球持ちか。投げました。ボール。外れてボール。カウントワンボールワンストライク。投げた。ボール。ボール、よしよく見た。カウントはツーボールワンストライク。次が4球目。投げた。おお、早っ。くそ、今の打ちたかったな。早かった。第5球。投げた。打ちました。ファールボール。今のストレート甘い球だったわ。ボール。第7球を投げた。打ちました。ファールで逃げて、オッケーオッケー。第8球を投げた。打った。ゲッツー。二塁へトス。二塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。ちょっと今日はライアンに苦しんでるね。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは並木。今日はセカンドフライとショートへの偏殺打。ここで一矢報いる一打を。よし、よく見た。強気で攻めてきます。カウントワンボールワンストライク。投げました。空振り。フォークいいね。うん、強振でいこう。投げました。ボール。カウントは2ボール2ストライク。さあ、投球は5球目。投げました。危ない球。さあ、ストレート来るでしょ。ここストレート来るでしょ、絶対。2、3。投げました。打ちました。うわ、来たけど。捉えられなかった。もう1球来るでしょ。多分フォークかストレートだ。よし。よし。配球読んだ。入った、入った、ホームラン。すまんな、中村捕手。行きましょう。リードで迎える7回です。先ほどホームランを放った並木。ボール。ここはよく選びました。第2球。ボール。完全なボール球。カウントは2ボールノーストライクです。投げました。決まった。ストライク。ここは3連勝してゲーム差を広げたいですね。今5連敗なんで。さあ、どうだ、どうだ、入るか、入るか、入るか。うおー、取るのかと思った。初めてこういう演出見たかも。30号。オッケー、6月で30号。バレンティン号行くでしょ、これ。今日2打席連続でホームランを放っている並木。第2球、投げた。うん。スタンドに入りました。もう1本打とう。3ホーマー行こう。第3球を投げた。スプリットだ。強振で行こう。第4球を投げた。
もらった、嫉妬きた、オッケー、3ホーマー。ミッションこれにしとけよかった。6打点にしてるのかな。オッケー。さあミートビーパワービーは間に合いそうでしょうが、あ、スチールスパイク来た来た来た、スチールスパイクやった来た。そんな話をしてればスチールスパイク来た。総力 B、 盗塁 C にして来年トリプルスリーチャレンジしたいんだよね。どれにしよう。あ、今あれか、6打点叩いてたのか、もしかして。元祖神主打法の偉業って6打点だったっけ、3ホーマーだっけ。まあ、とりあえずクリアしてスチールスパイクをもらったと。はい、どれにしよう。あんま簡単なのにしてもな。でも15塁打は結構難しいしな。ホームラン4つだよな、実際。平成の怪物にしよう。目指せ松坂越え。行きましょう。やったね、スチールスパイク、ありがたい。装備品。よっしゃ、スチールスパイク履いて、これってことはもうミートじゃなくて総力にしようかな。今年中にしっかり B にしておきたいな。やっぱ強化項目総力にしよう。で、来年もし、盗塁 C、総力 C になれば、トリプルスリーチャレンジやろうかなと、思います。はい。OK。C は欲しいな、ただ盗塁、うん。トリプルスリー目指すのであれば C は欲しいですね。はい。まあ買ってやるよ、50万で。高いな。あれ、ちょっと溜まってから使おう。一回一回使うのめんどくさいから。行こう。試合プレイ。さあ、オッケー。バッティングも好調ですよ。まあ、マイライフどっちかというと育成メインでやってるんで、育成しつつですね、頑張っていきましょう。ツーアウトランナー一塁という場面で並木。ハッセ。どうだ、チェンジアップよく待った。オッケーオッケー。まあ、これだけ打ててればもうミートパワーは逆にいいかなって思ってるんですけど、まあ、僕の中で一番の目標は、ほんとなんだろう、20代後半で、全部コンピューターに操作させて、野手投手、二刀流でどれくらい成績残すか。まあ、要はそこで大谷翔平超えしたいんですよ。まあ、自分で操作すればね。まあ、僕はそんな上手くないですけど、めちゃめちゃ上手い人がやればめちゃめちゃいい成績残せるじゃないですか。なので、本当にコンピューターに操作させて、まあ、2016年シーズンの大谷翔平超えの成績をやってもらいたい。ので、育成をしっかりそれまでにやっておく。OK!盗塁もね、コンピューターが操作して1年間二刀流でやって30個とかやればやばいですね、本当に。ああ、スライダーか、カットじゃなかった。早いからカットかと思ったら H スライダーだった。ハードスライダーやっていきましょう。ジャイアンツリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で、どうだ、入るか、これ入るか、どうだどうだ、オッケー。ジャイアンツリードで迎える9回です。もはやもうフェードなしの方が打ちやすくなったかもしれない。レベル的に集中力が増すんで、フェードがなければ逆にいいかもしれない。投げました、危ない球。集中しないと全く打てないですけどね、逆に。逆にってめっちゃ使うな。若者かよ。オッケー。いや、スチールスパイク手に入ったのでかいわ。ちょっとテンション上がった。まあ、こっから多分間に合いますよね。総力 B。今シーズンあれば総力 B にはなると思うんで。なんだ、バターシリアル。多分総力 B は間に合うと思います。はい。茹でウインナー食べよう。高いんだよな。なんかすごいボロい屋台で1万円のウインナーって。
高いんだよな。試合開始。これ6月終わらせようと思ったけど、さすがに無理だな。もうちょっとなので、動画の中でもテンポアップしていかないといけないな。たまにタイムかけて喋ることあるけど、あれタイムかけずに打ちながら喋らないと。今後さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で並木バンバンとさあ行くぞ。大きく外れました。投げました。このスローカーブ曲がりがいいね。第3球を投げた。くお曲がりがいいね。左横のフライになりました。山中君いいピッチャーだね。ジャイアンツリードで迎える3回です。バッターは並木。第1打席はセカンドフライに倒れて、さあただ一発もあるので投球これから失投も頭に置きつつやっていきましょう。打ったアルボール。球速はそんな速くないんだけれども、曲がりがいいから打ちにくいんだよな。アンダースロー、アンダースロー苦手かも。一塁送球アウトです。一塁はアウト。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは並木。今日はセカンドフライとサードゴロ。おおいいね。さあ次の投球投げた。2球目ストライク。打ってたな今の。第3球を投げた。今度こそ難しい。この90何キロのスローカーブ難しい。さあ1本打っとこう。リードで迎える8回です。バッター並木。今日はここまで3打数ノーヒット。投球これから2球目。おお、これどうだ。悩んだ悩んだ、どうだ悩んだ、どうだ。まあ、総力 B にすればこれがね、内野安打になることもあるだろうし、いいでしょう。涌井さんがほんとめっちゃ活躍してる印象があるんだよな。涌井さんがすごい活躍してる印象あるんですよね。ただ数字がそうでもないっていう。でこれは本拠地の方に戻ってきたのか。どうしようかな。どこ行こうかな。どっかのレベルを上げていきたいんですよね、普通に。商店街行こうか。商店街ブラブラしてレベル上がるのであれば。毎回50万のもの買わされてちょっとお金なくなるわ。財布が辛いわ。OK、ありがとう、奥井くん。うん、33本。おお、奥井くん3割4分。いいね。奥井くんもうちょっと頑張れ。一緒に頑張ろう。だいたい僕3割6分から7分ぐらいで落ち着いてるので、あと2分上げてくれ、奥井くん。もう一回首位打者争いしようぜ。で、7勝で3位。3人7勝か。うわ、防御率はここにすら入ってない。マジかよ。頑張ってくれ。ああ、また体力ない状態だ。見とけよかった。オッケーオッケー。ああ、でも7回3分の13失点か。また割と失点があるな。柳田18本。3割2分5厘。おお、三冠王見えるぞ。柳田が三冠王見える。大谷8勝。有原 1.12、 やば、すごっ。 1.12 ってすごいな。並木は 2.40。 試合プレイ。そう、たださっきぐらいの体力量あれば普通に完投してくれます。まあスタミナ S あるので普通に打たれて交代でしょうね、あれだと。いきましょう。ということでね、やっぱ投手能力上げたいよ。絶対来年は新球種取ろう、新球種。さあ、D の打線が梶谷、内村、筒子いいね。平田はこれ確か中日からね、移籍してきたんですよね。ロペス、あ、じゃあ結構いいな。キャッチャー B か。あ、そして伊能だ。ゴー。早いぞ、伊野。球速いぞ、こいつ。
第2球投げました。高めの球空振り、バッター追い込まれました。ストレート来い、ストレート。追い込んでから第3球を1球外した。スプリットで145、カウント1ボール2ストライク。大谷かお前は。よし、ナイスヒット。ボールは中継、並木。ジャイアンツ追う展開で迎える3回です。今日は安打を放っています、並木。手が出なかった。好きなコースなんだけど、ここが一番好きです僕。投げました、打った、うん、ミート打ち、ミート打ち。投げました、ボール。よし、選球眼も身につけていかないと。出塁率上げていこう。ボール、よし。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、打ちました、掴みました。これでうめ、ジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、早っ早っ、ストレート。おお、ピッチャーかっこいい。キャッチャーを指さすピッチャーかっこいい。これでジャイアンツここはなんとか。さあ、同点ホームラン打とう。ランナー二塁という場面で、並木投げた、ボール、ボール。カウントはツーボール。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ。投球は3球目、投げた。あーダメ、今のスプリットって分かったからもう打ちに行くのやめました。次が4球目、投げた。振り始めてたけど、あーくっそー、これ強振でいこう。5球目、あーくそー、好きなコース、好きなコース、力んだ力んだ。これで2アウト、ランナーは2塁。もう一打席来い。あー来なかった。まあライバルイノーに1安打打ったけど、ちょっと抑えられましたね。よし、ローボール、ナイス。一回休もう。ではどこまでやろう。そうですね、じゃあまあここまでにしようかな。今回はこの横浜戦までやりましょう。ちょっと次回からまたテンポアップやっていこうかなと。テンポアップ、時間の長さアップ、そして本数アップ、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、で後半ね、オールスター終わったらデートやっていくんで、さあどの彼女にしようかな。ちょっと眺めとこう、誰が一番可愛いか。サイトとかで調べて、ちょっと顔を調べとこう。行きましょう。ただ結婚するのはまあ2年後、うん、来年もしかしたらいけるかもしんないけど、2年後かなっていう感じですね。家を買いたい、2億の家を買いたい。まずジャイアンツここはなんとか追いつきた。三島、ツーアウトランナー二塁という場面で、並木ホームラン打とう。投げた、あーくそ、打てた今の。投球はこれから3球目、インコースの。さあどうだ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 、取りました。これで3アウト。平田が横浜って全然イメージできないな。平田が横浜は全然イメージできない。ジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは並木、第1打席はレフトフライに倒れています。さあちょっとタイミングが遅いかな。投げた、全体的に早めでいこう。カウントは2ボールノーストライク。投げました、よーし、オッケー、オッケー。伸びて入った入った、ホームラン。三島、ソロホーマー多いんだよな本当に、メンタル弱いから。ここでスリーラン打っとこうぜ。第2球投げました、アウチアウチ。ジャイアンツ追う展開で迎える8回です。山安、あー防御率いいね、さすがの防御率だね。 0.66。 第2球投げました、スライダーボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球、パワープロのフォームが気持ち悪いと噂の山崎さんではないですか。取ってアウト、8回だよね今、9回じゃなかったよな。9回三上だった今。へえ、抑えじゃないんだ。オッケーオッケー。まあまあ今回もね、3割6分か7分ぐらいでスタートしたんですけど、まあほぼキープっていう感じですかね。オッケー、とりあえず3割キープはできてるんで、まあこの調子でね、やっていきましょう。はい、ということで、まあ今回またスチールスパイクね、手に入ったので、ここですよ。盗塁まだ E なんで、盗塁を D にしまして、まあもっと言うと今シーズン中に C になってくれて、そして走力も B になれば来年ね、また面白いことができるんじゃないかなと思いますので、
まあ、並木の育成具合にもぜひ注目していただければ幸いです。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで、マイライフの動画いつも楽しみっていう方はぜひグッドボタンとコメントの方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。